2007年チンタオ。日本語を学ぶため外国語学院へ入学したリン・シャオ。キャンパスライフのスタート、新しい仲間たちとの出会い。そんな中出会ったのは印象最悪のシャオ・ニエン。我不喜欢签别人的，你拿着吧。我都说了，今天是我请客，我也不喜欢自己言而无信。内面に抱えた孤独、背負う責任、そして将来の夢。重ねていく日々の中で、二人はかけがえのない存在になっていく。ブロマンスファン必見。若者たちの青春を描く愛の物語。君を見つけた僕の最愛の友達、アンコール放送。